はい、こんにちは、ブルーホースです。ハンクとは友情が芽生えているんですが、今日もデトロイトやっていきましょうかね。相変わらず腰フリフリダンス。いやー、前回のコナーパートではコナーやっちまいましたんでね、またね。で、編集さんに聞いたところですね、コナー殺しすぎじゃねって、なんかあそこまでで、1回死んでるか死んでないかくらいがちょうどいい塩梅なんじゃないかって言われちゃったんですよね。 Still immortal, huh, Connor? まあ不思議です。 In a way. ええ、まあ、同じとはいえ、あれ友情芽生えたっていうのは嘘なのか。 I'm just a machine replacing another machine, Lieutenant. ですよね。 You shouldn't get emotional about it. いやいや、人間だから感情的になるんだよね。あれ、なんで勝手に下がった。嫌な予感がしっくり。I heard Officer Miller was killed by deviants last night. ミラー巡査が昨夜。My condolences, Lieutenant. 大変気の毒です。I didn't know him very well. あまり話したことないですが。He seemed like a good person. 彼はいい人そうでした。クリスって誰？ He's executed in cold blood with his own service weapon. わかんない。誰だ？ Just became a father 3 months ago. まあだからそのどっちかってことなんだろうな。あの二人いたじゃないですか。あのマーカスのところに。のどっちかだったってことかな。嫌な予感がするっていう話だったの。結局コナーはどっちにつくんだろうね。もう多分物語はクライマックスに近づいてるっぽいけど。おお、おお、あの、はい、トップメニューのレテナント・ハンク・アンダーソン、トロイ・ポリス・お姉ちゃんちゃん、捜査動作不良が起こったってなんか言われてたんだけど、大丈夫かな。てかエロ、Okay. スタイルいいね。まあ、美人の人だなぁなんて思ってたりしたんですけど、てか背中がバッキリ開いてるな。こういう趣味の服を着せてんだろうな。イライジャウッドですかね。カムスキー、ハンクについてたアンドロイドを待つ。イライジャ、かっこいい。イライジャウッドをあれだね、イメージしてるんだろうね。分析。分析する。ジリン、イライジャ・カムスキー。2028年、もう無理か。2028年、お、分析する。アマンダ・スターン。あのアマンダは誰じゃ。あれアンドロイドだったのじゃ。あの、なんだっけ、LED ついてなくない。2027。ナイスグロー。べっぴんだな。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。誠実に。You're right. 確かに。It's really pretty. とても綺麗ですね。あれ、座ってますか、豪邸かっていうところ。あ、なんかあるね。Guess androids haven't been a bad thing for everybody. まあそうだよね。リアル宇宙旅行。You're about to meet your maker, Connor. 自分を作った人間であるんだぞ。How's it feel? どんな気分だ？再利用可能なスペースシャトル登場で民間向けの宇宙旅行が現実を見帯びてきた。とはいえ、あなたに十分な資金があればの話だが、高級旅行ブランド、クリアスカイは現在初の商用宇宙飛行を売り出し中だ。ツアーでは月の軌道を3時間飛行し、特別デザインの展望台から地球の壮大な眺めを楽しむことができる。この成長市場で競争が増すにつれて宇宙旅行はますます手頃な価格になっていくと見ていいだろう。だが消費者権利の活動家はこういったプティック商品は社会の不平等拡大を示すものだと非難を始めている。貧困への支援 AOP 代表はわずか 1% の富裕層が宇宙から地球の眺めを楽しんでいる間、残りの人間は汚染や飢餓、貧困にあえいでいると述べた。クリアスカイ社は沈黙を守っているが、同社の宣伝文句が答えになるかもしれない。全てを忘れて宇宙へ行こう。未来予知サイバーライフ社が開発。サイバーライフは従来の100倍近い性能を持つ新世代の量子スーパーコンピューターを発表した。一つのマシンで従来のスパコン数十台分に匹敵する計算が可能になるという。このコンピューターはさまざまな情報源からのデータを分析して予測を生成するために設計されている。サイバーライフ社未来学部門を率いるフィリップ・シーモア氏は長期間にわたってテストを重ねており、驚くべき結果を生み出せるでしょうと非常に自信に満ちた様子でコメントした。このコンピューターで広域的な宇宙の侵略や隕石衝突やスーパーウイルスなどの地球規模の大災害によって引き起こされる絶滅の可能性を計算する予定とのことだ。
それにより人間が大惨事に先駆けで準備することを可能にし、予測不可能な事態に襲われる可能性を消すという、 AI の影響が大きくなりすぎることで世界が滅亡するだろうという説が多くの賛同者を得ている状況だが、専門家の多くはこの発表を人工知能の応用における飛躍的進歩だと称賛している。ちょっと待って、楽しみだな。 Kamsky is one of the great geniuses of the 21st century. It'll be interesting to meet him in person. お会いするのが楽しみです。お前意外と余裕だな。まあ創造主は会えなくても親には会えるからね。 I'd have a couple of things I'd want to tell him. なんで創造主は、じゃあ立ち上がろう。なんで座ったのってね。まあだってどうせ疲れることもないだろうからね。さっき何かちょっと、ああ、これ。これの、あ、なるほどね。これがそのアンドロイドのマークで、あれは反アンドロイドを示すぜっていう、そういうあれになるのかな。全然来ないけどね。飽きたね。イライジャーがお待ちです。イライジャス様じゃないのか。完全に、おーおーおおお Mr. Kamsky!あ、でもな、この角度だったらな。てか何、やっぱり自分で作ったからそういう、その、なんだろう、諦めちゃってるのかな。あ、あれは違うの、あれは、あ、来た。おお、すげえ。あ、かっこいい。同じ型だな。めっちゃ喋りかけられてんだけど。あれ違う、すごっ。まあでもせいぜい15メートルくらいかな。まあ男だったら黙って50メートルくらい潜水しろよって話なんだけど、早く来いよ。めっちゃ泳ぐじゃん。ああ、来た。え、違うのか。ああ、なるほどね。バスローブ持ってきたってことか。かっこいいなぁ。てか、髪型いかつ。いい体してますなぁ。こんな格好なのに合うっていうのがね。この二人何喋ったの？私たちいつ変異体になる？いやーね、私たちはただの変態よって。あ、でも、まあまあ年いってる感じの人っぽいな。あ、でも2002年生まれだから36歳。まあ、それはこう、あ、でもこのくらいかじゃ。警部、ご用件は。変異体の捜査をしていることで。I know you left several life years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. ちょっとぜひ情報をいただけないでしょうか。Deviants. 変異体か。Fascinating, aren't they? 実に素晴らしい。Perfect beings, 無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。Machines are so superior. 人間よりもはるかに優れている。Confrontation was inevitable. 争いは避けられない。Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. 破滅させることになるとはな。Isn't that ironic? 皮肉なものだ。Something in the Deviants program seems to emulate emotion. 変態のプログラムは人の感情を模倣しているようです。あなたならその原因がわかるかと思って。アイデアは伝染の病のように広がる。ならば自由の欲求も伝染病と言うから。Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. 何も教えてもらえないならこれで帰る。What about you? 君はどうなんだ、コナー。Whose side are you on? どちらの味方なんだ。率直に当然味方の味方人間の味方。それはプログラムされた返答だろう。だが君は何を望んでいるのかな。攻撃的に質問をしているのは私たちのはずですが、グロエ、I'm sure you're familiar with the Turing test. Your formality. 形式上のものだ。Simple question of algorithms and computers. What interests me? 私は機械が感情を持てるかどうかに興味がある。I call it the Kamsky test. Very simple, we'll see. 単純なテストだよ。素晴らしい。Isn't it? だろ。One of the first intelligent models. サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。Young, 永遠の美しさと若さを持つ。Flower that will never wither. 枯れることを知らぬ花だ。
What is it really? その正体は Piece of plastic container. 人形を模したプラスチックか Or a living being. それとも魂のある With a soul. 生き物か It's up to you to answer その答えを導けるかどうかは君次第だ、コーナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。Or spirit. 生かしてもいい。命があると思うならな。But you'll leave here だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。Okay, I think we're done. 帰った方が良さそうだな。Well, Connor, let's go. Sorry to get you out of here. What's more important to you, Connor? どちらが重要かな? Your investigation or the life of this それともこのアンドロイドの命か? Decide who you are. 君は何者だ? An obedient machine. 従順な機械なのか? Or a living being. それとも意志を endowed with free will. 生き物なのか? That's enough. Connor, we're leaving.ガルド引き金を引けばコナンやめろ知りたいことを教えてやろうここはシンプルにやめろって言われてるから、うん、下が素晴らしい人間を救うサイバーライフの最後の切り札がまさか変異体だと私は変異体ではありません。You prefer to spare a machine than accomplish your mission. 機械の命を選んだんだよ。You saw a living being. このアンドロイドに命を見出したんだろう。You showed empathy. 同情したんだ。言っていいぞ。A war is coming. 戦争が始まれば、You'll have to choose your side. 決断を迫られるだろう。Will you betray your own people or stand up against your creator? それとも創造主に歯向かう What can be worse than having to choose between two? 君はどちらの悪を選ぶか Let's get out of here. ほら、帰るぞ。By the way, ああ、I always leave an emergency exit in my programs. 私はプログラムに非常口を残すんだよ。You never know. 念のためにね。Have a good day. Why didn't you shoot? なんで撃たなかったんだ? I just saw that 彼女の目を見たら撃てなくなった。それだけです。You're always saying you would do 任務達成のためなら、何でもするって言ってたよな。That was our chance to learn something. 絶好のチャンスを。Yeah, I know what I should have done. どうすべきか分かったら撃てなかったんです。I'm sorry. ご希望に沿えず、すみません。あれでよかったのかもな。だってもうハンクがもう行くぞって言ってんだから、それは撃たないでしょうよ。ねえ。しかしまあ、なかなか難しい決断を迫られるパートでございましたね。ぜひとも、あ、ハンクに正しい決断をしたと言われた。あ、でも、ちょっと待って。え、全然、にゃん。撃った結末の方が、もっと先に進んでたってことか。でもこれあれだよね。仮に、バーン撃つやん。トップページ戻るやん。私のこと撃ちましたねって言われるオチが一番怖いんだよね。コナーが天敵で死ななかった場合は、また別のスタートがあったっていうことですね。はい。ということでね、戦争っていう話がどんどん出てくるようになりましたね。また次回も楽しみが増えてきてます。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。